S 字カーブを描くサンファニーコ橋サンファニーコ橋さん、ファニーコ橋は全長2600メートルに及ぶフィリピンで一番長い橋。フィリピン中部、ビサヤ諸島にある二つの大きな島、サマール島とレーテ島とを分けるサンファニーコ海峡にかかっている。マルコス政権下の1969年により日本の援助で建設され、1973年に完成した橋は、 鋼鉄構造で、その形はまっすぐではなく、緩やかな S 字型を描いて、海峡を越えている。橋のスパンの数は43で、中央部はトラス橋になって、海峡をまたいでいる。最高点で海から41メートルの高さがある。レーテ側は、島の中心とした黒番市で、サマール側は、サンタリタ町である。サンファニーコ橋からの眺めは素晴らしく、 多くの渦潮のできるサンファニーコ海峡、海峡に浮かぶ無数の小島、それらをカーブしながら越えてゆく橋の形を見ることができる。タクロバン市中心部からは、ジプニー、バス、モーターキャブ、自家用車などで橋まで10分ほどである。現在フィリピンでは、マニラ湾に長大橋を建設する計画があり、もし完成すればサンファニーコ橋はフィリピン第二の長さとなる。 ありがとうございます。